ハニープーさん、よろしくお願いいたします。リプレイの石器製枠のチケット抽選券をゲットするために、国連を買おうかどうしようか迷っていました。11日の10時に店頭販売分の予約が開始されました。すごく悩んで、さっき予約サイトを覗いたらですね、完売でした。 5、うん、5000円ですよ。5500円じゃないのよえ。次のチャンスは11月から始まるオンライン注文。でも11月からは佐賀で、横浜は12月購入分から、横浜のチケット狙いでも12月前に完売をしてしまいそう。すごいですね。うん。ね、あのー、それも5万5000円のでそんなに買えない人も多いと思うんですよね。それも、まあ、注文が殺到で、 買えなかったってなると、ちょっと羽生さん、本当、すごい経済力だなって、ちょっと思っちゃうんですけどね。うん。でも、できれば、もっと多くの方にね、あの、羽生さんを見てほしいですね。うん。このままですと、本当にお金がたくさんないと、羽生君を見ることはできないってなっちゃいますからね。うん。多くの方に、えー、なんか、見て、えー見、見るためにはどうすればいいのかっていうのを、ちょっとね、うん、考えていく必要があるなっていう気がします、なんか。 うん、はい。では今日はね、ちょこっとでしたが、この辺でありがとうございました。どうもです。